それでは続けて中国四国地方の産業を見ていきたいと思います順番に見ていきたいんやけどまずは前回の動画で見た地形とか気候とも関連が深い農業を見ていくことにしましょう農業はどの地域で行われているかっていうとやっぱり平野部になってくるんやね北から順番に見ていくとまず鳥取平野ですここではどんな農業が行われているかっていうと 鳥取平野の中でも平野部平らな部分では米作りが行われています。えけど、丘陵地これ丘になっているような地域のことを丘陵地と言うんやけど少し高くなっている丘陵地では果物の梨の栽培が行われています。鳥取の梨を食べたことはないかなま。結構全国的にも有名です鳥取平野ではこういう農業が行われていますよ。とえ、そしてもう1つ鳥取平野の中というか。 そこと同じようなところに有名なものがあるんやね。なんか一つ有名な観光地としても有名なものがあります。前回の動画でもちらっと話しなやけど、これです。何でしょうこれは砂漠じゃないで。砂丘と言います。砂の丘と書いて砂丘と読むんやけど、鳥取砂丘という大きな砂丘がこの鳥取平野の海岸沿いに大きく広がっているんです。 えこれ何かって言うと砂丘って何かって言うと風によって運ばれた砂がこう徐々に長い時間をかけて積もったものこれを砂丘と言いますえそしてこの鳥取砂丘は見てもらったら分かる通り人がいっぱいいるよね観光地としても有名やねんけど実は農業も行われているんです。ただいきなりここになんか農作物植えてもそれは育たへんよね なので水を引いたりなど土地の開発を長年続けてきて農業ができるようになってきましたらっきょうとかスイカなどの栽培が行われています鳥取砂丘でも農業が行われていますよとそれでは続けて四国に移ってさぬき部屋ここではどんな農業が行われているでしょうかっていうとその中身というよりはこれも写真を見てみてくださいこれが有名ですんでしょう なんか不自然に池がいっぱいあるよね。これため池、人工的に作られた池なんです。この佐沼平野、なんでため池が多いのかっていうと、前回の気候の話を思い出してもらえるとわかると思います。瀬戸内の気候はどんなやったかっていうと、二つの山地に遮ぎられていた。ここで風は雨を落としていくので、雨が少ないんだね。 なのでよく水不足になってしまうんです。それに備えてやっぱり農業は水が大事なので水不足に備えてため池というのがこの讃岐平野には多く作られています。これは大きな一つの特徴になっています。そして最後高知平野。これも気候を思い出してもらえるとどんな農業かって想像できると思います。南四国の気候はどんなんやったかっていうと。 日本海なのでここでは九州の宮崎平野と同じようにあったかい気候を生かして野菜の早作り早作りは何て言ったかな促成栽培が行われています促す成長を促す栽培ですきゅうりやねキュウリとかナスなどをビニールハウスなどを使って作られています 他の地域より早く農作物を出荷することで少し高めに売ることができるんやね高知平野では促成栽培が行われていますよとそれ以外にも平野部,部ではないんやけど大きい平野部ではないんやけど有名なものとして有名な農作物としては岡山のブドウとかあとは愛媛のみかんこれめっちゃ有名やね愛媛のみかんなどの果樹栽培というのも中国四国地方では盛んに行われています まずは農業でした。それでは続いて漁業を見ていいいきたいと思います。この中国四国地方ではどんな漁業が盛んかっていうともちろん日本海とか太平洋に漁に行っていく漁をしていくっていうのも盛んに行われてるんやけどやっぱり特徴としては瀬戸内海の漁業やねこの瀬戸内海を見てもらったらと分かるとおり複雑な海岸線になってます。 そして中国四国に挟まれているのでやっぱりあんまり波が来ないよねこうした日本海側とか太平洋側に比べるとこっちが太平洋側でした太平洋側とか日本海側に比べると波が少ないんですそうしたところではどんな漁業を行われるかっていうと九州で見た有明海と同じでねまあその中でもめちゃくちゃ有名なのが広島の牡蠣。 そして愛媛の鯛も有名です。広島の牡蠣どこら辺かって言うと、これ広島県やね、ここに広島湾というのがあるけど、ここで牡蠣の養殖が盛んに行われています。そして愛媛の鯛、愛媛の方でも鯛の養殖が盛んに行われていますよと。そしてもう一つ育てる漁業として紹介しておきたいのが、先に言ってしまうと、栽培漁業です。 栽培漁業、養殖と何が違うかっていうと、養殖は最初から最後まで、卵から魚とか貝とかを取るまでずっと育てます。栽培漁業は何かっていうと、卵から稚魚、稚魚っていうのは赤ちゃんの魚です。赤ちゃんの魚になるまで育てて、海に放してあげます。そして海に放したものを取るのが栽培漁業なんです。 なんでこんなことをするかっていうとやっぱり一番他の魚とかに食べられやすい時期っていうのは卵からこの赤ちゃんの魚までの間なわけね。なのでそこの部分を育ててあげてあとは大きくなったらある程度育っていけるので海に放しましょうとそういう漁業のことを栽培漁業と言います。 波の小さい複雑な海外線を利用して育てる漁業が盛んというのが瀬戸内の漁業の特徴ですそれじゃどんどん行きましょう今度は工業サービス業を続けて見ていきたいと思います工業はこの中国四国地方ではどういうふうに行われてきたかというとやっぱりこの山陰の地域とかあと四国っていうのは どうしても本州の中心の部分から少し遠くなってしまうんやね。やっぱり昔から栄えてきたのは関東とかさらにもっと前を遡ると都は京都とか奈良にありました。なので近畿地方とかあと前回の動画で見た福岡とかはすごく栄えていましたんやけどそういうところからちょっとやっぱ四国とかこの山陰は遠くなってしまうんやね。 今の交通っていうのも見てみても山陽新幹線新幹線っていうのは山陽なのでこの岡山とか広島を通るこの瀬戸内の部分を通っていますなのでこの瀬戸内のこの大きい道路とか交通の部分に合わせて工業地帯工業地域っていうのは作られてきたんですだんだんと近畿にある工場とかがこっちらに移ったり九州の工場が移ったりして発達をしてきました なので工業でいうと瀬戸内を中心に近畿と九州をつなぐ交通に合わせて発達をしてきたというのが中国・四国地方の工業の特徴です。そして発達してできたのが瀬戸内工業地域と呼ばれていますそれじゃあこの瀬戸内の工業地域はどんな工業が行われているでしょうかっていうと。 やっぱりすごく海が近いのでこの海から重い原料とかを運んできてやっていくような工業です重化学工業が盛んなんですその中でも特に力があるのが石油化学工業ですその中でもさらに倉敷にある水島という工業地区がとても有名ですこの水島は石油化学工業だけじゃなくてあとは鉄工業とかあと自動車産業も盛んに行われています 倉敷ってどこら辺かっていうとまほとんど岡山よりここやねここが有名ですとそしてこの倉敷この水島地区はどういうふうな工業地帯になっているか地域になっているかっていうとこれがその写真やねんけど たくさんの工場が集まって一つの大きな自動車工場とかじゃなくて石油化学に関連した工場がたくさん集まって工業のエリアを作っているんです工場が集まった地域を作っていますこのような地域のことをエリアのことをコンビナートと言いますなので水島は特に石油化学のコンビナートが広がっているというのが大きな特徴です それ以外にも石油が工業が盛んなところとしては徳山山口県の周南市とかも挙げられたりします他の産業としては鉄工業さっきの水島とか福山呉福山呉福山はここら辺です呉はここです やっぱりどうしてもこう瀬戸内にに沿ったところになるよね。瀬戸内海に沿ったところになりますまあこうした形で瀬戸内を中心に工業が発展をしてきましたよとそれじゃあ他の地域はどうなっているでしょうかっていうとまあもちろん他の地域にも工場とかはあって工業とかも行われているんやけどまあここで紹介しておきたいのはサービス業です。その中でも観光業が盛んに行われています んで最近この中国四国地方は観光に力を入れているか人をどんどん呼び集めようとしているかっていうとまあほの日本の地方の問題としても共通しているところではあるんやけど特にこの地域では地域での人口減少が急速に進んでいます。これのことを人口のところでやったよね仮想化と言います。 地域での人口減少が急速に進んで地域のサービスの質とかが低下していろんな問題が発生してしまうことです例えば学校がなくなったとか病院がやっていけんくなるとかそうした課題やねこれのことを仮想化と言います。 特にこの過疎化が深刻なのはさっき紹介したような瀬戸内の地域とかはそうでもありませんやっぱりこの中国四国地方の中でも山の中の地域ね海に面していないような地域とかあと小さな島々離島がたくさんありますこうしたところで人口減少過疎化が進んでしまっているんです じゃあこの過疎化はどうしたら食い止められるかっていうとやっぱり人に来てもらうしかないよねその地域の魅力を知ってもらいたいよねまあというのもあって観光業に力を入れているというのがこの地域のサービス業の特徴ですまあ有名な観光地としてはさっきも紹介した鳥取砂丘とか出雲市にある出雲っていうのは島根県のこの東の方にあります出雲市にある出雲大社これもめちゃくちゃ有名です それ以外の地域としても最近世界遺産に指定された石見銀山です島根のこの中部とかと西部の方を石見というねこの石に見ると書いて石見と読みますここに昔銀山があったので石見銀山とかあと城下町として栄えた萩津和野なども観光地として有名です津和野町と萩市です 有名萩っていうのは昔長州藩があったところです歴史的に有名な建物とかもたくさんあったりするので観光地として有名になっています。これが全体バーっと見ていきたんやけど中国四国地方の特徴産業の特徴になっています。